あれ何だったんですか。フルマラソン。めっちゃ盛り上がったでしょ。どうですか。テレビ前でも盛り上がった。あれはイクイノックスが。アフリカ三着のことは最高です。あれだってあのラスク人気してなさすぎだったもん。人気してなさすぎだったあでも東京ってのもあったのか。確かにそれはある。いやでももうあの撮影見て残すでしょ。なんでフェラダリアの方に人気だったの。やっぱ同条件で勝ってるからかな。ああ面白い。無理無理やあとリップタンクかな。アフラダリアアスクのリップタンクかな。アスクのリップタンクかな。あれファイターズガールじゃない。大変なんだ。それ何でこんなに今は急に使ってたのに使ってたのに今は落ちません。また同じ言われたのに。またあのちっちゃいビルだよな。あのもシャクでしょ。人の時もここから見てたので普通に合ってたんですけど、なんだっけ、再生レモンだったっけ。レモンじゃん。レモンポップと再生のジョマタンかなマリンかなんかってた。あれ俺3連単でお騒ぎだった。3勝5戦ってレモンポップに蹂躙されて蹂躙されてた。あれはマジで蹂躙されてた。オープン賞金加算されないもんね。でも、あれ、重症2着だよ。あれ、重症あ、違う、レモンポップじゃない。体制なんだから。あれは加算されない。リセットもされないんだよ。リセットもされない。何もいいぞ。ゆりみたいな。大変だね、ファイターズガール。あ、でもオフシーズン暇でしょ。巨人じゃないんだ。巨人じゃないんだ。やっぱり8夜で人気なのがファイターズガール。適当にドラゴンズガールの方が一人も覚えちゃう。知らないもん。僕も僕が多かった。セカンドローリーパチスピロスターズがある。パチスピロスターズがある。台湾だ。あ、かわいい。たぶん男にしかわからない。あれ、YouTuber もアーズみたいな。あ、確かに美人ではないけど、かわいい。かわいい系でしょ。かわいい。頑張ってくれ。